変装パンキッキ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。みんなおはよう。変装パンキッキの時間だよ。今日から始まったこの番組変装パンキッキは毎週日曜日朝9時に良い子のみんなの心へどす黒い影を落としていくよ。よろしくね。さてさて、最初はこのコーナー、今日のタロット占い。イエーイ。今日の世の中をタロットカードで占っちゃうよ。タロットカードって知ってる？あのね、そのね、なんか未来がわかるギャバイブスだよね。知ってる？早くやろう。わかった。それ今日のタロットは吊るされた男のセイジ。やった、努力が報われる。そういうことはまともに努力してから言いなよ。報われるだけの努力をしなよ。それじゃあまた来週。今日の番号、ぶっころりカリフラワー、ケチョップ。今日のパン語でした。さようなら。クイズミリオネア。このコーナーではうろ覚えなどで演奏アレンジされた楽曲を皆さんに聞いてもらい、原曲を思い出せるかどうかを競い合うけれど、コメントで答えを書いたらクイズコーナーとしてつまらないから、答えがひらめいたら WKT とだけコメントしてね。正解は番組の最後で発表するよ。それじゃあスタート。Thank you.
今週の潤いはまだかの。まずは先生方の潤いを見るじゃ。これは随分潤いの。うまさよりうろさじゃの。講師の先生方はどんな絵を描いてんぜる。どうしてこうだったんじゃろうな。今週の踊りは美味しかったの。玄関に置く花、これでいいの？ねえ、これどこに置く花？ここ？5年目なの。高田さんからもらった花は今日も元気です。ああ、この歌か。確かに聞いたことある。その花の名はサフラン。生薬にされることが多く、花言葉は喜び。昔ね、この学校に一人の女の子がいてね、足を滑らせて、なぜか階段水でびしょびしょになっててね、そのまま落ちちゃったの。それから出るらしいの。怖いの。人体模型が、人体模型が襲ってくる。来ないで、来ないでた。元の世界に戻ったら高峰先生が。クドクが足りない。エレキテルだよ。悠久の時の香りを感じない。普通じゃ無理なことを普通にしようとするからダメなんだ。異性だけはいいのね。次会う時にやけに無口になっていなければいいけど。お天気おばあさん第1回。私たちが住んでいるここから向こうの向こうのそのまた向こう、とても遠いところにお天気おばあさんがいました。お天気おばあさんは明日の天気やそのまた明日の天気を教えてくれるとても大事なロボットでした。遠足やパーティーの前の日に明日晴れるかどうかも教えてくれます。子供たちはお天気おばあさんが大好き。お天気おばあさんもみんなのことがとてもとても大好きでした。ある日のことでした。お天気おばあさんの近くで木の棒を振り回して遊んでいる男の子がいました。おやおや、そんなものを振り回していると危ないからおやめなさいよ。大丈夫だよ。あ、男の子の持っていた木の棒が手から離れてお天気おばあさんに当たってしまいました。ガシャン。お天気おばあさんから大きな音がしました。おばあさん、大丈夫？男の子はお天気おばあさんに声をかけました。あっちゃらてろんぽとっきー。お天気おばあさんは口から白い煙を吐きながらわけのわからないことをしゃべり始めました。誰か呼んでこなくちゃ。男の子は急いで大人の人を呼びにお天気おばあさんの部屋から飛び出していきました。こりゃ参ったぞ。
男の子が呼んできたおじさんは顎に手を当ててうなりました。こいつはわしには修理できないかもしれん。難しい機械でできている。やれるところまでは修理してみよう。男の子はおじさんの後ろからお天気おばあさんを見ました。お天気おばあさんはニタニタ笑いながら白い煙を吐いていました。よし、治ったぞ。おじさんは一晩寝ずにお天気おばあさんを修理しました。もう白い煙は吐きません。変なことも言わなくなりました。おい、お天気おばあさん、明日の天気はどうだ？おじさんはお天気おばあさんに聞きました。明日の天気は晴れですよ。とってもいいお天気。傘もいらないと思うわ。お天気おばあさんはにっこり笑ってそう答えました。よし、治ったな。おじさんはドライバーを工具箱にしまいながら汗を拭きました。坊主、これに懲りたらもうバカなことはしないこったな。おじさんは男の子の頭をポンと叩きました。そして朝になりました。男の子が自分の部屋のカーテンを開けると窓の外は大雨が降っていました。町の外は傘を持っていない人たちがあっちこっちに走り回って大慌て。お天気おばあさんは晴れだって言ったのに。みんなお天気おばあさんの予報を信じていたのです。続く。みんなの動揺。我ら雑魚的逆境。リバース語講座。ウサミヤゾゴヤホ、ウサミヤゾゴヤホ。おはようございます。おはようございます。イヤーサニムサヨ、イヤーサニムサヨ。おやすみなさい、おやすみなさい。今週のエンディングテーマはニコから。Thank you.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。